はい、みなさん、こんにちは。第四百十八回のしゃべりすぎゲーマー,よこそーようこそー。こそーアイジェンジャパンのダニエルと野口と。大イの山田です。この三名で届けたいと思っております。よろしくお願いします。 今回のテーマは野口さん何ですかはい、えー、今回テーマはですねちょうど僕がすごい大ボリュームなゲーム「メタファーリーファンタジー」をやっていまして <laughs> まあそれきっかけと言いますか、えっと、ちょっと皆さんにちょうどいいクリア時間ってどれぐらいなんだろうっていうあーゲームボリューム的なお話をしていこうかなと思いまして提案してみましたいろいろ皆さんあの基準があると思いますしジャンルごとにあの理想のボリュームっていうのは多分あると思うので。 なんかそのあたりすり合わせてみてあとはコメントの皆さんの今のゲーマーというか、う方たちの意見もちょっと伺ってみたいなっていう意外と自分が遊んでるゲームを思い起こしたら、<laughs> 俺ってこれくらいのボリュームのゲームよくやってるなみたいなのあったりするかもしれないです、ね、そうですね、ありますからきっと、なんかその辺ちょっと出してみたら結構面白い発見あるんじゃないかなと思いまして、はい、提案してみましたちなみに野口さんは今のところメタファー、大体何時間にやってます今、確か60時間かな<笑><笑>、はい、なるほど。 で終盤入ったなみたいな感じですね。日が時間とそうですね結構やっぱり大ボリュームでなんであれぐらいのタイトルになると僕も平日あんま手をつけなくて土日にガッツリやるみたいないやそうですよねまとまってやりたいですもんねそれくらいのボリュームのってなるとしかも RPG でお話も進んでいくのでやっぱこ細切れにやるとちょっとっていうのもね持続させたいので勢いというかのりみたいなものを。 なのでちまちま寄るというよりかはがっつりやるみたいな姿勢でやってますねしかも、なんか最近はその私は XBOX のよく原発いろいろ遊ぶんですけど、はい、クリア時間がもう前事前に出ていたりするので,あで、ね、まあやっぱ皆さんもその基準の中にこのジャンルとか以外にもそのクリア時間っていうものも最近は含まれてるんだろうなっていうのもちょっと感じますよねうんうん、うん、確かに確かに何さ、うんも仕事としてやってるっていうところもあってやっぱそうですねはいまあとはいえ私が例えばレビューを書く人とかだったらもちろんね、うんうん あのゲーム、まあ、アサインされてる作品を最初から最後まできちんとプレイしてクリアして、はい、その上でレビューを書くんですけど、うん、私はそういうロールじゃないのでいなのでどっちかというと、まあ、いろいろ幅広くいろいろ知りたいタイプで,、うん、でかつ最近結構今年やっぱこうイベントの取材とか多かったりして、うん、イベント行ってこう短めな大金版ははい、はい15分30分。 場合によっては2時間3時間がっつりプレイする時もあるけれども、うん、あのいわゆる本編を最初から最後までプレイすることがそういったものはあるんだからこそほとんどできてないんですね、うん、今年は特に。 あの困ってます今年はダニエルさん、はい、日本にいる方が珍しい感じ <laughs> でかつ、はい、最近のゲーム、長くなってませんいですね、トリプル A は <laughs> 特に、ね。さら、まあうん、にさらに言うと、やっぱこう家族がいるんですね、子供がいて、はいはい、なので平日だと、まあ、仕事以外、こう趣味として、うん、ゲームもできるとしたら、まあ、1時間あればラッキーですよね、1日。そうですよ、ね <laughs> あのその場合はまあがっつりしたその例えばまあメタァーみたいなうう FF7 みたいなあのゲームだと1日1時間程度でプレイしたくもないというかちょっと作品に失礼いというのわかりますので。 週末にまととめててっいうの同同じじですよねだからサクッと遊べるものがすごく好きですし一晩でクリアできるものはもちろんありがたいんですし逆にこのゲームの尺は50時間とか100時間とか永遠に遊べるとか言われた時にまあやりたいけどとりあえず後回しってなる場合が残念ながら今年は特に多いなそうですね。 対策多いですね今年エルデンリングとかもありましたし <laughs>、うん、FF7 もありましたからね <laughs>、はいはい、でも逆に言うと私そもそもこのね喋りすぎゲームでは何度も話してることなんですけどそもそもゲームはそんなにクリアするタイプじゃないんですよはいはい<ー>、ま、さっきも言ってたけどいろいろ幅広く試したいところもあるので、うんうん、まあどうせクリ,アクリアしないんだったら別に100時間が待ってると言われてもまあでも多分、ね、<ー>ただし最近のゲームだと特にこう尺の長いゲームだと 2時間、3時間、4時間やっても中等量が終わってない。<laughs> ああ、でもありますね。多いんじゃないですか。多いは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 そのゲームの根本的な、うん、味はまだ味わえてないっていうはい、はい、問題もありますし確かに確かに、はい。 な,なんていうかゲームの全体像が見えるのに大体5時間ぐらいかかるので結局全部の要素が解放されるの十15時間とかかかってみたいな特に RPG とかその傾向強いですね、うん、アクションゲームだと結構早い段階でうん、うん、割とゲームの面白さっていうのは大体伝わるんですけどそうですね、うん、私 RPG は好きなんですけど最近ほとんどできてなくて C、うん、といえばあの 例外の、かなり例外のものなんですけど去年、はい、は結構バラダンスゲート、うん、結構はまったりして、まあ、そちらも多分何百時間皆さんやってると思うんですけどそれはコンピュートできないんですけど <laughs> うん、うん、私なりには結構長くプレイはできたんですよねやっぱこう普段はまはちょっと怖いんでちょっと時間割れなんでっていうところもあるんですけどでもあまりにも世界観が魅力的であるしうん、うん、周りの,、ね、あの知り合いからの評判すごく高かったので。 まあやるしかないなということでやったらすごくハマりました、ねはいはいはい。あ良かったです。はい、でも確かにそのクリアにこだわらないってなるとちょっとそのあんまり気にせずにいろんなものに手を出せるっていうのがいいですよね。そうですね。そこは確かに意外と盲点かもしれないですね。うんうん、なんかゲームやるってなったらどうしてもクリアしなきゃみたいな強悪観念じゃないですけどあるあるじゃないですか。はい、でそれを取り除くことで。 あの何でも手を出しやすくなるっていうのはなんか全然いいいと思いますけどねある意味私たちねこういう仕事やってるんだからこそあのすごくこうラッキーなことがあってそのゲームをもらえるからたくさん遊べちゃうけど普通にお金をかけて購入してるんだったらねそんな簡単じゃないしもちろん最後まで遊びたいっていう気持ちも十分理解するしまあでもかつその最近だとゲームパスがあったりプレイステーションプラスで配信されて作品もあったりして。その あのー、そういった意味のピックアンドミックスのアプローチもできなくはないない確かに確かに、うんうんうん、ちょっと時代的にもそうですねそあの入り口にとりあえず入ってみるっていうようなふうには変わってるかもしれないですよね。そうですね、うん、プレステ2とか3の時代ってやっぱ買ったらもう遊び尽くさなきゃみたいな年齢もあったんでしょうけど6000円7000円払ったんだからみたいな。あそうですねあ若い頃に えーとゲームはそんな頻繁に変えなかったしその当時配信みたいな概念もなくし、うん、なかったね,あのねなので同じゲームは何回も何回も何回もこう何週何週何週もやるんですよね最近のゲームだと、まあ、もちろん、ねそのまあ、ニューゲームプラスがあったり、はい、あるんですけどゲームの尺が長くなってて例えばじゃあ今回メタファーじゃあクリアした時にじゃあ100時間になったとかなった場合はじゃあもう1週やろうっていう気持ちになりますか あ僕はね、ね。ななんないです、ね、<laughs> 僕はなんか2周目とかやるタイプじゃなくて、うん、ま唯一例外と言えるのがモンハンぐらいで<ー>モンハンクリア後にいろんなクエストやってキャラクターを強化し,していくってい逆なんか新しいステージがあるんですけど <laughs>、はい、そういった系統じゃないもので言うと前言ったような RPG 系の2周目とかはあんまほとんど触れないかったですね。 僕の場合はなんか同じストーリーなぞるみたいなのが結構苦手で<ー>も全部知ってるのでその状態でまた読むのもあんまり面白みを感じないのと、まあ、強,いもう強い成長した姿であの育ったキャラクターで再び同じボスと戦っても別に面白く感じないのでなんかボスの動きとか変わればいいんですけどね、うん、2>, 2周目用にあ,<ー>あんまりそういうのを経験なかったのであんまり僕は触れてないですけどでも確かに、ねうん、ダニエルさんおっしゃるように。 めっちゃボリュームあるゲームをもう一回やるのかっていう話になった時に <laughs> いやーどうだろうなっていうそれだったらなんか10時間とかで終わるものをもう一週とか全然理解できるんですけどね。あ,ある意味その作品をさらに深く知る、うん、あ,あるいはスピードランニングといかチャレンジ、まあ、絞りプレーとかそうですね。 短めのゲームにある楽しみかなっていう気持ちもありますね。というかも唯一バイオは週回プレイしますね。謎解きとか分かってるともスキップというか早くできて結局最初は15時間とか20時間かかったのが2週目やったら全然みたいなのって結構早めに終わるようになってるのでああいうタイプだけですねでも。あとオープンワールドとかだともうニューゲームするぐらいだったらクリア後の世界。わかりますはははいいい なんかあの、なんとか、トロフィー埋めていくみたいな。はいはいはい。そうですよね。<laughs> はい、オープンワードは割と。二週目引き継げないこと、要素が多い気がしますね。割とリセット。がちなので。あそこでいが、あの、僕の中でスペシャルだったのがスターフィールドでしたね。<ー>スターフィールドはなんか二週目行くと、まあちょっとネタバレ、えー、回避すると。あ、<laughs> ちょっと関わるんですよ。<laughs> はいはい、結構。はいはい インタラクティブそう、SF らしいゲームとして、SF らしいゲ<い>ームとして、はい、なんかストーリーとか <laughs> キャラクターのセリフとか変わっていくので、そこは面白かったですね。ねうん、結構同じような感じでなぞっていくんですけど、ちょっとしたところは違うっていうのはあの新鮮に感じましたね。はい、それいいですね。うん、それいいですね。 いや、私もスターフィールでやりましたよ。スターフィールドも、いわゆるそういったボリュームを聞いて、ちょっと弾いちゃったんですけどはい、はい。そうですね。そうですね。でも、あまりにも、その世界観がすご、そういう、はい、私の好みの抜群だったので。でね、ねやるしかなかったんですよね。すごく、まあ、そちらも、もちろん、クリアとか、してませんが、んあの。まあ、十分楽しめたまで言えないです、ね。もっとやりたかったんですけど、はい、<laughs> あの、かなり。 プレイした実感は良かったなっていうのもありますね良、うん、かったです、はい でもちょっとダニエルさん積みゲーでもないし、ちゃんとやってるしみたいなのは本当ちょっと新しいなんて呼ぶんでしょうねその。そうですね。なんか別枠です。はい。別枠。ただ積んでるだけじゃなくて。はい。ちゃんと触って楽しいところの多分あのエッセンスを感じてっていうところですよね。なんか名前をつけたいですよね。なんか未練がないのがいい感じですよね。積んでいくと未練のがどうしても残っちゃいますけど。うですもなんか夏休みの宿題みたいな。そうそうそう。ややなキャンター。むしろ今回の動画のコメントでバシングさん。 こんなことないと思いますけど最近のそのまああとえっと継続がありますよねはい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 は私のいは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 いいは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 いいいいはいい えっともうずーっと常に何,何年間もとにかくフォートナイトやってまして友達同士でフォートナイトの中でハングインアウトしながらまあ一応なんとなくプレイしているような感じですねうん、うん、ゲームはメインじゃない、うん、あ,、うん、あそうなんですねあのチャット繋いでってことですね誰誰であ,<ー>あのフォーカゴボンバーマンやろうぜみたいな感じですよねそうです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 本当にそうですね。<laughs> はいまあ、なので、まあ、彼はね、まあ、私フォートナイトちょっと得意ないけど一緒にエイペックスたまにやってますからそういったものは、ね、たまにこう戻ったりしてエイペックスとか原神の娘が好きなんでたまに戻ったりするんですけどあのえボリュームがエ,ンエンドレスにやるときはどうするエンドレス,、ね、ドレス私は多分そのハンガウトのモチベーションがないと続けられなくて <laughs> FF14 多分100 150時間ぐらいやってるのかなって感じなんですけど全然まだクリアにいかないんですけどやっぱ友達と待ち合わせるっていうそのきっかけがないとなかなかこうがっつりいけないというかその進めるために話も楽しいんですけどやっぱその友達と話すのも楽しいみたいなゃあ結構 MMO よりな楽しみ方されてるんですね,そうですねストーリーを読むっていうよりかははいはいはい、はい、なるほど野口さんは FF14 も,もやってましたね もう数えるのが数えないぐらいの <laughs> そうそう何年単位って感じ,感じなので <laughs> 僕はでも基本的にストーリー面でやっててあ,<ー>あまり僕 MMO らしい付き合い方してないんですよあのゲームに限っては、まあね、誰かと交流してとかはやってなくてほとんど、うん、一人でやっててなんか普通にソロの RPG やってる感覚でやっていったので,でただただそのボリュームが多いからえとそれをクリアするためにみたいな感じで付き合っていったので。<laughs> でもマッチプレイのゲームに関して言うとなんかやっぱ意識はしないんですねなんかボリュームとかは別に<ー>なんかいつ戻ってもいいみたいな認識ですね。実み,み,みたいな話うそうですなので僕いろいろやさってて「<laughs> オーバーオチ2」とか「エーペックス」とか「うん、バロラント」もたまにやるんですけどなんかそのそれらのタイトルはなんかは今やってる対策の合間に休憩にやるタイトルとして常に何個か持ってるタイトル群みたいな形で。 息抜きみたいな形でよくやってますね。でも結構いろんなタイトルがある中で今日はこれとかなったりするんですか。ああ、まそうそうですね。ただもう気分としか言わなくて、<laughs> <laughs> 気分かなんかアップデートが入った新しい要素があるとか、なんかちょうどなんかストリーマーが使って盛り上がってるからそれに感化されてやってみようとか、大体その三つのパターンですね。やっぱじゃシーズンを更新するっていうことはやっぱすごい大事なんですね。そうですね。<laughs> シーズンが止まってるのはさすがにもう触れてないですね。うーん。うんうん で新しい武器だったりとかキャラクターだったりっ、ねね、マップとかそれいうとやっぱりランクマッチっていうシステムはかなり機能していると思いますねそういう意味では、うん、ユーザーを止めるのに確かにそ,のそれだけがでも十も分コミュニケーションですもんね他のユーザーとはそうですね、うん、はいなるほど今回この話をするにあたって私はダニエルさんからそのクリア時間が分かるサイトっていうのをあ そうですねハウロン g To ービートというサイトがあるんですけど一応あの、IGN のグループの中にあるものでもありますし <laughs> <laughs> IGNJAPAN のサイトでもあの各あのなんていう作品のタグページというところがあるんですけどうん、うん、その作品の情報をまとめるあのページ、えっと、作品ごとにあるんですけれどもうん、うん、その中でも配信されてまして <laughs> えとこのゲームは、えっと、メインストーリーだけやる場合がっつりやる場合あるいはサイドよりだけやればいいど何時間 で,クリアできるのかという情報をまとめる機能、うん、アイジャジパンの方にもあります、はい、それ、初めて知らなかったんですよね、<ー>こ,れこれは便利やいと思って、<laughs> <laughs> 私、自分がどれくらいの時間で遊んだかって、すぐ忘れちゃうんですよね、で結構、見積もっちゃう時があるんですけど、<ー>なんか,、はい、か FSFUNIVERSE 見たら3、3三40時間って書いてあって、あそんなにやったんだ、私みたいな感じなんですよ。<laughs> でも、当然、みんなこれくらいやるっていうところですもんね <laughs> そうですね。 あと継続型ゲーム見ると数百時間で書いてあったりとかして<笑><笑>それはね、便利というかそのゲームやる前でも、ね、どこまでのコミットになるか皆さん、ね、知りたいんですよねなので、あの結構、まあ、私もたままに参考してますよやっぱり今年もゴーティーの季節じゃないですか。んだで、はい そうなってくるとこう年末までに何ができるかっていうのを結構考えちゃって、はい、まだあライゾルロンにもウーコンもやってないみたいなのがあるんですよ私の中にはで、そうやってやるとやっぱあのプレイ時間の優先順位って変わりますもんねそうですね確かに基準にはなりますよね、はい、<laughs> そうですねまあゴティでいつも困るのはやっぱこうゆっくりプレイできる時間 ある時期で言うと、年末年始じゃないですか。<laughs> そうですね。<laughs> でも、それまでに決めないといけない,ない。そう,ね、<laughs> そうなんですよね。はい、意外とゲームリリースされない、8月とか9月はイベントがいっぱいで忙しくて、できないですからね。うん。私もちょっと、これからちょっと一気に、いろいろまだ、手をつけれ手なま、つ、つける、戦ったものを。やんなきゃなっていう。気持はい、はい、はい。今、あの、アストロボット、今。 あのしてなです一応まあ一気にあの、ね、最初ずっと進んでたんですけど、うん、そこから、まあ、あの国内外のイベントの連続あったのでで,あのできなかったけどそもそもこのように急いでやりたくない、うん、でかつボリュームってそこまでないんじゃないですかあの他のこれまでの,作あのアストロの作品に比べるとは多いけど。うん あのえっ、ー、と How long to beat によってね、うん、あの11時間でメインストーリー、えー、全てクリアしようと思っても17時間半で、えー、と遊べるものなんですけど、うん、私はむしろその後半のタイプでこういったゲームだったら完璧にクリアしたいなっていう気持ちもありますので,はい、はい、でかつ各ステージは短いんだからこそちょっとこうゆっくりやって各ステージも全然ギミックとか雰囲気は違うのであの味わい なながらやりたいいっていう気持ちもあるのでゲームのボリュームはこのぐらいコンパクトであればゆっくりプレイできる気持ちになるんですよね。あーなるほどもう100時間あるからサクサク <laughs> 進めましょうっていうことじゃなくて <laughs> どうせ10時間15時間でクリアできちゃうからあのちょっとこう全ての要素探そうっていうプレイは。 余裕でできるなっていうところもありますので、うん、それ逆にすごくありがたいですね。ああ、なるほどね。なんか僕その観点なかったんですね。なんかクリア時間ボリューム見てゆっくりやろうか早く進めようかって、確かに言われてみれば納得しますね。うん。うん、その自分のテンポでやってもこのい終わりが 来るっていう確信ので結構大事ですよ私ね結構ああのオープンワールド系のゲーム好きですし寄り道が好きなんですけど自分のペースだけでやっちゃえばまあ終わんないっていうのがどうしてもありまして <laughs> GTA じゃない「えーえーえー、r e d d a d r e d e m p t i o n 2の時 2>、はいはい、最初はかなり寄り道ずっとやったりしてもう10時間ぐらいプレイしてこれはちょっとやばいかもしれないと思ってとりあえずストーリー進めようと思って。 あのまあ、サイドミッションちょっとだけやりながら基本メインストーリーで、はい、あの進めながらプレイしたんですけど、はい、まあねある意味そうしなければそこまで進めなかったかもしれないけどある意味でももうちょっとゆっくりこの世界観なんか行きたかったなっていう気持ちはどうしてもありますね。 大人になるるで,すでも本当にそれは感じますね、まあ、あの職業っていうところもあるんですがやっぱ大人になったんだなっていう感じが <laughs> <う>しますよね。まあ、とはいえ、まあ、3D プラットフォーマーだからこそのプレイ時間みたいなところもあってやっぱジャンルごとにもね適切なプレイ時間でで、ねはい違うんだろうなっていうのは思いつつも、まあ、近年そのトリプルタイトルとかの人気のジャンルだ,だからこそ伸びてるっていうところも、まあ、議,論議論というか論点にするべきだなという気はしますよね。その そうですね。まあ RPG とかあるいはまあその、えー、マルチプレイ中心のものでしたり、はい、あのー、マインクラフトみたいなものでしたり、うん長時間でもね納得、うん、だけど110時間の1 1 0 1 0時間ほどのじゃビジュアルノベルやれと言われたら多分うん、ね、<laughs> そうです多分引いちゃうかもしれません。ああってなっちゃうので、その内容によります。まあそチ、ね、ャンネルとかそうですね。にもよります。 はい、ジャンルごとに皆さんの理想とか聞いてみます、うん 私はオープンワールドが好きなので、はい、でもまあ20時間ぐらいでやっぱちょうどいいかな20時間なの僕逆に短っと思って <laughs> 20時間のオープンワールドはと短らでもこれって多分メインクエストのボリュームってことだと思うんですけ、ね、<laughs> ど、はい、でサイドクエストってまあ結構こうフラットに遊ぶじゃないですかで大体そのメインクエストが20時間っていうとゲーム全体のボリュームもなんとなくじゃあなるほどじゃあコンプリートするには35時間から40時間ぐらいかなっていうのが予想できるのでん,なんか,、ねなんか でしかかもなんか話がずっと続くのも結構きついというかあ<ー>その合間合間に挟むとどんどん話忘れちゃうじゃないですか。すね、っていうのも含めるとやっぱメインのお話あの主人公のモチベーションが続くっていう私のちょうどよさは20時間かなというーオープンワードのメインクエストのボリュームですよね。あそ,うああそうだ私今これ、うん こいいいいつを倒さななきゃいけないんだったみたみ私むしろでもどうだろうな作品によりますよねなんか「プレスオブザワールド」の時あ,、はい、あのゲームもでもスイッチは出たばっかりっていうのもあって、はい、その他にプレイするもそんなにたくさんその時期になかったしでも3月でしたっけなので、はい、その年のなのであのちょっと余裕時間の余裕もあったと思うんですけどあの,あのゲームはもうストーリー薄いんじゃないですか ある意味、うん、なでどっちかというと、そのそ、ね、はい、えっと、探索メイン。なので、発見メインというゲームなんで、その発見する部分があまりにも楽しいから。あのゲーム、何十時間も。やっても、ストーリーはほとんど進めたくないう、ね。と,いうところになったんですね。<laughs> そはい、ね。はい。はいはい、やっぱ、そのそ、ねうん、ボリュームを自分で、こう、なていうか、調節できるというか、本当に、その世界を探検してるっていう意味で、はやっぱ。 そのメインストーリーって意味ではそうかなって気がします、ね、結果的に自分がどれくらい遊んでるのかっていうのを多分平均すれば何か見えてきそうな気がしますけどね。ああそうですね、うん、なんか僕の理想だと今聞くと確かにメインクエストは短めでいいですね、うん、でそのサイドのコンテンツを充実させてそっちでバランス取るのが多分万人受けしそう,で,うん、うん、で逆にそれと逆いってるのは多分「ウィッチャー3で「ウィ<ー>ッチャー3はね多分メインクエストだけでも4 5 0時間いくぐらいなんですよ。 でそれに加えてサイドコンテンツがわーってあるっていうスタイルのオープンワールド RPG で僕はあれだれなかったんですけど、うん、でメインストーリー50時間ある,あるオープンワールドって聞いたら多分うってなる人は結構いそうだなと思いましたなんかその間口としてなんか、うん、ハードル上がります,りすね40はなんか結構こう基準な気がするななるほどなるほほどど確、はい、確かに確かにに <laughs> なんか三三十ぐらいがなんかなんかちょどそうですだいたい想像つくみたいな。三十もなんか多めですもんね。多分、うん、なんかまあわかんないですけど、バーって並べたときに。 ななんか多そうな印象あありますね、うん、30時間ストーリーーーリるオープンワールドとと聞くとでも今この「h o w l o n g To b e a t で見て私やっぱ FF740 時間やったんだなと思ってすごい <laughs> なんかもう体感時間が短かったのかどうかっていうところもありま,すよ、ね、あまあまあオープンワールドも RPG もそうですけど結構プレーによってだいぶ差生まれますからね、うん、クリア時間は。うん 本当にストーリーだけバアってやったらすぐ終わりますし、うん、まあでも多分それゲームのその真髄みたいなところまでたどり着いてないのかもなっていう風になんかちょっと自分のプレイ時間があまりにも短すぎたらちょっと心配になってとかして <laughs> なるほど <laughs> <laughs> なるほど他の人は私の知らないやつやってたんだなみたいなはいはいはいい <laughs> まあいろいろありますからね、うん、各種ボスボスとかなんとか、うん、あとはその育成をちゃんとやるかやらないかみたいなあそうですね。<laughs> あのレビューとかじゃなかったら結構すぐイージーにしちゃうのででもイージーは一個解決なんですよね、はい、あのゲームの早く終わらせるための「ガーディアンズ・オブ・ガラクシー」は幽霊例だあそうなんですね「ガーディアンズ・オブ・ガラクシー」えっ、ー、ともうす,ごくもうすごく好きだったんですけどまあ「死」といえば戦闘がそんなに面白くないというかう途中でこうバリエーションがそんなに増えないことになって結構多いんですよね 戦闘はあーそうストーリーがすごく面白いし会話が面白いしそのビジュアル表現とかいろいろすごい理想的なゲームだったんです私にはで、えー、なので途中まではノーマルでやってたけど途中からイージーにしちゃってうん、うん、そうすると戦闘がより少し早めに終わっちゃうはは <laughs> はいはい、はいちょっと多すぎるからね残念ながら難しいですね、うんはい、あのゲームは多分 えと20時間以内なんですけど18時間とかそのぐらいでクリアしたんですけどそちらも、えー、と基本的にこう、まあ、一本道のゲームであるんですよねあのほとんどなんですけど、えー、と最後をなんていうかなネタバレなしでなんですけどす続編やつなぐような新しい様子が急に口っと。 突然えー、なんかわそろそろ終わりそうだなと思ったところでさら<ー>に1時間ぐらいこう伸ばされたんですよね。映像、えー、結構長いような感じです、ね。なのでその最後の一、まあ、時間とか覚えてるんですけどまあ一時間とか四十分から一時間半そのぐらい、うん、その最後の1時間がすごくだるく感じましたね。 ああ、最後の一時間が長い、一時間以上ね。そろそろクリアできるなと思って、でもまあ今、なんかレイジとか一時な、一時なってるんですけど、まあまあでも。あともう少しでエントロールなと思ったらめっちゃ上がります、それ。また、ええ、まあ、まだあんだって言ったのがあのが。今日中にクリアできるんだっていう時の高揚感すごいですね。そう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 、確かに、それ裏切られると結構ショックですよね。確かに、確かに。そうですね、でも私にとっては、そういった。 まあ、あれはこうなんだアクションアドベンチャーゲームっていうのかな、はい、あれ系の,ものストーリー中心の一本道のそういったものだったらその、まあ、15時間ぐらいがちょうどいいかなっていうのもあってうそうですね最近の例えば「ゴッド・オフ・ウォー」とか「スパイダーマン」とかそれ系のそのプレイステーションそのファーストパーティーの,、はい、あのアクションアドベンチャーゲームが昔だいたいそのぐらい15時間だったのが少し最近で、ねうん、20時間とか25時間超えちゃうことになってしまって私には。 きついなってもあるんですけど、マイルズ・モラレスみたいなものがちょうどいいのにっていう。あれは10時間12時間くらい。本編じゃない方っていう。そうそうあでも私も最近龍ュウガボトクの一をちょっと改めて改めクリアしたんですけど、12時間で終わって結構あの急いでやったんですけどストーリー。で、あ昔のなんなんていうか箱庭系のゲームってこんなもんだったよなっていうのはなんかちょっと感動しちゃいましたね。はい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 。 今だったらだって多分違いますよね。今だったら八時八十時間ぐらいある。あの最新作はそうですね。はいはいはい。だからそのなんていうかそもそも超な長いプレイ時間長くなってるっていうのをなんか身をもって体験したというか。確かに。ギャップすごいですね。最近あの映画もそういった流れあるんじゃないですか。今三時間ですよ三時間。長いですね。こう二二時二時間に四十五分と言われてもまあ。 珍ししくくなくなりましたね、えー、私子供の頃大体の映画は基本的には90分98分で終わっちゃったんですよね、うん、100分超えるものって相当少なかったんですよ「うん、スター・ウォーズは、まあ」はいつも2時間きりで超えちゃうぐらいの長さだったんですけど「あのスター・ウォーズ」もまあ長いなっていうところになると思うんですよねなので、あのー、最近のその大手映画長いなと感じるし <laughs>、あのー、まあ ななんていうかな、まあ、特にマーブルの作品とかね<ー>それ系なんですけどやること多いですからねやること多いけどうまく短めの尺でまとめてくれる方がテンポがいい場合もあるしそうじゃない場合もあるよ、うん、無理してやる必要ないけどあのすごくこう長い。 あー、C G の C G だらけの戦闘シーンとか最後いいらないんじゃないですか。はい、<laughs> 長くなる感じじゃないですか。いらないんだ、はい、あれ。そういうところなんですよね。<laughs> はい。そうですね。なんかまあその。 えっとガーディアンズオブギャラクシーもまさしくその感じだったんだろうなっていうゲームのラストのそもそもややっぱやりたいことがあるから入れちゃうしゲームの容量的にもね入っちゃうからっていうのもあると思うんですよね。そうです。今入っちゃいますもんね。やろうと思ったらゲームいくらでも昔だったね。ディスクに入るってい制限があったんですけど。今制限ないですからね。ほとんど。なおかつあのジャンルとかも、え RMG だとその60時間ぐらいっていうのはあったと思うんですけど、やっぱアクションって やっっぱこっちの疲労も来るじゃないですかあとアクションってどうしても多分50時間60時間にもなると多分飽きると思うんですよね。その多分10時間ぐらい遊べ,ば遊べばもうそのゲーム内のプレイヤーに渡すギミックとかアクションって全部渡ってて、うん、その状態でさらにもう何十時間やるって結構だれてくると思うんですからまあそれかもう全く新しいギミックを 作ってやるととかかぐらいいいじゃないと続かな続気はしますその敵のバリエーションをすごい工夫したとしてもそれはそれでも作る側がめちゃくちゃ大変というかそうですねベヨネッタみたいなけど50時間と言われたらうん、うん、あそうですね <laughs> ちょっとどうなんだろうなんど,後半どうなるのかっていう思って,って全然逆に興味は湧くんですけどね<ー>やってみたいとは思うんですけどやっぱ20時間以内が一番いいかなと思いますけどね。うん 最近のシューターゲーム、まあ、どうせマルチの方はがメインなんですけど、はいはい、キャンペーンがあるとしても5、6時間とか、そうですねあの、タイタンフォール2もそのぐらいですの最近のコールドジューティ系のものもそうなんですけど、タイタンフォールはすごくいい例でその、その、なんていうかな、ユーザーの満足度っていうか、こ<ー>れだけ最高なストーリーがまとめてくれたっていう。そうですね系の ソロモードはかなり短く作られてます、うん、まあヘイロー,もーとかもそうなんですけど、バトルフィールドとかも。そうですね、一回そこ通ってからマルチ来てくださいみたいな意思は感じますね、はい、逆に、なんかあキャンペーンモードあるんだみたいなのもあります、ね、まあ今の世代からしたらそうでしょうね、<laughs> はい、そんなオフラインモードあるんだみたいな。<laughs> でも逆にそのキュッとしたストーリーが語れるっていう意味ではちょっと可能性感じますよね。んかコンパクトな作りなゲームはなんか別に受け入れられる土台は全然ある気がしますよね。うんうん、なんかそれこそインディーゲームはやってますしそうです、ね、ずっとスイッチとか台頭してきてはい。はい ちなみに来年 GTA6 はあります<ー> <laughs> そうっすねどのぐらいの尺がちょうどいいノブ<尺> <laughs> さんって言ってこれまでねローンチするところ多分、まあ、オンラインはまだないと思いますねそうっすね僕それだけで言うとああそ,そうだな僕でも正直あの僕のゲーマーのスタイルとしてはもうなんかも時間は割とあるので <laughs> どれぐらいコストかけてもいいと思ってるので <laughs> <laughs> 100とか言われてもやるんですけど、まあ、理想はそのストーリーをガッてやって終わるボリュームの理想としては50時間以内に終わってほしいって感じですね。うん、GTA5 は結構長かったんですよね。GTA5 を超えないぐらいがいいなって感じですね。教えていただいたサイトで見るとメインストーリーが325に。はい、あっ5でもそんなもんなんだ。はい 意外と僕がやりすぎただけも。<laughs> そうですよね。体自分の体感とあの相対感。<う>え、結構すぐ終わったけどた、まあ。すぐ終わってるんですね。ンチン <laughs> え、あれでもインクエストじゃないのみたいなことあります、ねあ。あ、りますね。<laughs> そうですね。<laughs> じゃあ50時間。50時間以内だったら全然。<や>ウェルカムですけどね。えっとレッ,レッドレッドどのくらいやったかな。あ、レッドレッド長そうっすね。<laughs> いや、このなんか面白いです。なんか遊んだ気になっちゃいけないんですけどなっちゃ。 10時間、ストレスが長いーすけど、そのぐらいだったんですよ。え全然なんかもう、だから短く体感してますね、自分が信用できなくなってきたそうねまでも GTA の場合は、めちゃくちゃ長いですけど、なんかストーリーやんなくてもいい感じはあると思うんですよ、あのタイトルに関しては。 なんかあの現代をどれだけ緻密にシミュレーションしてるかみたいなところが多分一番面白いあの遊びの部分だと思うので、うん、楽しみ楽しみですね楽しみ、うん、あの私の規模としては特に、まあ、そういった大型 FPS 系のもので言うとやっぱこう昔の FF 例えばじゃあ元の FF7 ああオリジナルは、はい、それでもまあなな決して短いゲームじゃないと思うんですけどす、ね、36時間か<ー>あのそれは私にとってもあのなんていうかな長すぎるとかクリか当時はクリアできなかったんです,よすああそうなんですね途中で飽きちゃったかもしれないですけど残念ながらな,なんですけどあの、えーとですね、最近の,その FF すごく。 あの16とか7の,そのリメイクシリーズとかすごくこうなんていうファンとしては魅力的な作品でありながらコミットする時間がどうしても足りなくてあのかつそこまでの,その作り込みによってそのまあ作るための予算が上がったりしてでも RPG とか特に日本の RPG 日本製 RPG はあまりにもそのなんていうかな売り上げの。 キャッキャパがどうどうしても制限がどうしてもあるんですよね。うん、あの、はい、1000万本もらないんですよね。うん、どっちかというとあの2,3,4百万本とか、はい、そのぐらいが現実的になってしまったので、うん、あの <coughs> そのぐらいのその売上に合わせていろいろスケールダウンしてユーザーの期待度も期待どもスケールダウンして <coughs> 昔のスケールにちょっと戻ったような形で。 あのやってくれるといわゆる20時間ぐらいでクリアできる FF のナンブリング新作があればもうやる気満々なんで,もでも潜在的な需要はものすごくありそうです,ねありそうですよね。うんあ,うん、あの話題作の最新タイトルがそんな手軽に遊べるんだっていうのってなんかまあそのたくさん遊びたいもう万を持しの新作だからっていうところとバッティングはするかもしれないんですけれどもなんか落としどころはありそうな気がしますよね。 結構ストーリーーリメインだとと思うんですよキャラクターとか、うん、なんでそれぐらいコンパクトにして、えー、っとみんなすぐクリアできる時間でそうするとネタバレトークとかみんなにできるし、うん、みたいなことを考えると結構いい循環な にな,なる気はしますよね、うん、クリアするまで100時間ってなるとそこまで到達する人は限られるのでの100時間言い過ぎですけど50時間とか40時間とか <laughs> SNS で話題になりづらいあそうですねありますねあ見落としてるんでみたいなはははいはいはい、はい、クリアするまで確かに <laughs>、はい、そうですねストーリー気はそうですね、はい、短くても、うん、いや厳し,むず厳しいですねでも多分みんな今真面目にか真面目にというか結構重要な要素になり てる気がしますよね。何時間ぐらいでクリアさせるのかみたいな。うそうっすね。えー、か,かといってペルソナとか短くなったらどうなんだろうな。多分。多分 <laughs> 確かに。ペルソナの場合はあれは学校学園生活で一年やるんですよ。えっとだいたい新学期始まってからあの三学期とあとは年末年始か。でだいたい一年通してでカレンダーシステムがあってっていうところがあるので。 あれ短くしようと思ったらもう。D. L. C.。もう学生の身分や、やめるとかなんかそういう話。夏休みだけとか。<laughs> <laughs> まあでも多分ペルソナに関しては多分そこの需要はなさそう。そうですね、ペルソナなんか。なさそうですね、あんまり短くしてほしいっていう。はい <laughs> うん、ないかもしれないですね。 いや難しいなんか本当個別性が意外とまあジャンルもそうですしゲームタイトルの個性みたいな部分も含めてありますよね。だバイオとかなんかいつもちょうどいい気がしますけどねクリア時間。そうですねなんか体感とかうまくできてるなっていつも思うんですよね。あさ二回目だとこんな簡単にできるんだっていうのもあるし一回目でちゃんと苦戦もするんですよね。はいはいはい。リメイクですらそうですよね。っていうのはちょっとすごいよくできてるなと思います。そうですねテンポはいいですよ。テンポいいですよね。 やっぱずっとアクションゲーム作ってきたからっていうのもあるんでしょうけど大体いい 20, 20時間超えないぐらいでさくさくクリアできていくので勢、うん、勢いいいいいはででできるかからねねねそうですす、ね、止まんなよあとああいうゲームだとその武器とかがどんどん増えていって終盤までそのなんていうかあ新しいことできたっていうのがあるのもいいのかない。確かに確かにうわーもうまた倒せるみたいな <laughs> 今度はどうやって倒そうみたいな, <laughs>、はい、なりますからね、はい、なるほど。 じゃあそういった大手 RPG、うん、ゲーム、まあ、ペルソナ、メタファーみたいなもの、FF みたいなものだと、理想的なプレイ時間。<ー>プレイ時間、そうっすね。普通に100時間とかやっちゃってるんで今。<laughs> 実際にはそうだけどみたいな。<laughs> 実際にはっとやれるんですけど、<laughs> まあでも、50時間以内に終わるの一番コンパクトでいいかなと思いますよね。うん、どんなに対策でも。 9時間なまあ、別に8,9時間系ぐらいあるボリュームの RPG やっていてそのペルソナとか、はい、あとバル,バルダーズゲート3とかやっていてそのどっちも非常によくできてるので途中でだれることないしちゃんと盛り上がるところを要剰し集し入れてて全然持続的にプレイできるのでそこは不満点ないんですけどうん、うん、なんかこういう話をコンパクトに描いたのは見てみたいと思いますね。<ー> そうですよね。長いプレイ時間だからこそ生まれるこう体験とかその感情みたいなのがあるっていうのもありつつそうな、ねね、なんですよね。なんか <laughs> うまいことやってるなと思うのが「<laughs> ベセスダの」の<ー>ゲームで RPG でスカイリムとか「フォールアウト」とかであれメインストーリーって結構短いんですよ。なんですけどその世界設定はしっかりしてて世界観とか,なんか種族とか,なんか文化とか趣味趣向とかなんか。 そういうものってサイドコンテンツとしてちりばめていて気になる人はそっち行ってくださいみたいな形でやっていてで逆にペルソナとかはあの全部メインストーリーに入れてるような感じメインストーリーを通して全部見れるような状態に近いんですよね。なそこはうまいなと思ってデベェレスドのやり方は気になる人だけあの深くあの学習というかまあ,あの履修できる状態であるので好きにやってくださいただメインストーリーはサクッといきますよみたいな。うんうん ああいうようなバランスいいなとは思いますね。ホールアウト方も二十七とか。うんうん、ああそうですよね。はい、結構ストーリーだけだとかなり短くて、うんうん、本当はあのいろいろやると百時間とか全然超えるんですけど。村作ってるうちになんか。いやそうなんですよ。現実の日が暮れていくというか。もう終わってたみたいな。<laughs> はい、まあこっち充実はしたけどみたいな。こっちが充実してないみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> そうなんですよね。うんうん、はい。 なんで僕の理想は多分今の形かなじゃあ大体30時間ぐらいでメインができてみたいなそうですね、はい、でサイドで保管できる、うん、あのバランスの取り方がなんか一番ストレスフリーかもしれない私も三やっぱ40時間長いなって思っちゃうかなっていう気がしますねでもなんかも振り返ってみたらすごい結構「ゼノブレード3」とかも今見たら60時間って書いてあって長いですねゼノブレード系はそうですね やれてるっていうところも含めて、ちょっと不思議ですね、ゲームの。そうですね、やってる時の自分の時間の流れ。ああ<ー>、<laughs> そうですね。<laughs> あ、もうこんな時間みたいな、それこそ夜が明けてるみたいなのもも。全然ありますね。はい、じゃ、今年なんだ、インディージョーンズが出ます。<ー>あ、そうですね。インディージョーンズは絶対に20時間以内で。ま、ね、でしょうね。うん、そうですね。で、せっ目がいいかな。かあの、きちんと楽しめるストーリーが欲しい。 そうですね、一番難しいですよ、映画でだって大変そうなので、しかもゲームでってやるとまた全然勝手が違いますからね、インディ・ジョーンズのゲームって別に初めてでは、初めてではないですけど、ここまでのスケールというか、あとフォトリールのものですし。 あのそうねまあ、いわゆる似てるようなもので言うとやっぱ「アンチャーテッド」とか「そうですねはいツームレイダー」とかが近いかもしれないですけどむしろインディジョーンズからたくさん影響されてる作品たちだったんですけどそ,す、ねはい、それらも「アンチャーテッド」は何?「アンチャーテッド」例えば一番最後は4だよねそんなにかかんなそうですけどね。そうですね割とまあ 意外とでもあれはいろいろフラッシュバックの話もあるしメインストーリー15時間ああでもんかちょうどいい感じしますねちょうどいい感じしますねやっぱりアクションゲームだったらそうですねツームリーダーもえっとねどれか3でしたっけ3シャドウオブシャドウだよねああありましたありました13時間ですねメインストーリー なのでそのぐらいですかね、まあ、インディジョーンズもね、多分ちょっとこう、まあ、ゲームパスに送るっていうのもありますので、あの買ったのになんで短いっていう、もうクレームは入らないよね。<laughs> そういうのもあるかそれはね結構見ますよねボリューム少ないことで叩かれる作品はまあまあ割とその気持ちももちろん言うわいろいろ言ってたけど短いって言うわみたいなそれはもちろんそれ当然ですよねんだろう名探偵ピカチュウの続編が出た時にえここで終わるのみたいなのがあって結構早く終わっちゃったんですよそそうななんんでですねれ確かかにあの それは不満に感じたので、なんか短いといいよねっていうのをまた違いますよね。うん、そうやってでも、物語の描き方がおかしかったとこじゃなくてですか。<laughs> あ、それもありますし、やっぱゲームの密度として。ああ、そ、ね、ちょっと物足りないっていうのは、その体感時間としては短かったんだろうなっていうのあります、ねあ。なるほど、なるほど。はい、はい、はい。でも、十二時間だから、そんな短いものではないんですよね。うんそう考えると、やっぱ。 なんかありますね <laughs>、まあ。すね時間では測れない何かが<ー>。昔、えっ、ー、と CD がね、あのまだ流行ってる時、はい、ってるメインである時ね、あのダウンロードとかスト配信がまだないじ時,、うん、時代に戻ると、CD 一枚はあの一番あの長長い持てる尺は七十四分でしたよ。ええ、そうなんだ。その当時はね、ちゃんとしたそのいわゆる、はい。 あの購入するタイプのいわゆるこう自分で焼くやつじゃなくてで,、えー、とで大体のアルバムなんですけど基本的にはあのよくこうなんていうかな平均って言われるのは大体40分45分ぐらいの尺なんですけど結構昔はこのアルバムこうアルバムのそのカバーの前にこうスティッカーがあってこの CD には72分の。 あの音楽入ってるよみたいなボリュームだボリュームお得だってそう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 なんかこう買い時だよみたいな感じだったんですよねよくありましたねだけど私はパンクとかが好きで一曲は二分三分ぐらいちょうどいいって言ってから三十分と言われたら最高だと思っああやっぱメディアのなんか変化って一番でかいかもしれないですね確かに確かにそうですね。 なんかあこれはもう20時間も遊べるんだすげえみたいなっいあったんだろうなっていうあったんでしょうねきっとうそうですね、うんはい、ま昔、あまあ、ゲームカセットでやってる人なんでテープで。<laughs> <laughs> えそうですよね。ロード時間も入れて何時間っていう感じあ<ー> <laughs> あ、そうだな。ロードだけで40分かかりました。えー、結構あったのです、すごいな。<laughs> ご飯食べられません、ねね、でした<食>。そうですね。そう、一食。そうですそうですそうです。 はい、まあだいたいそういうところですかね。いやなんかいろいろ面白いですね。みんなもちょっとはあの話題としては楽しいかもみんなちょっと自分にとってちょうどいい時間教えてください。そうですね。はい。あと多分絶対このボリューム下げないでくれっていう記事もみんなさんあるでしょうし。そうですよね。モンハンとかねボリューム多ければ多ヘラ多ければ多いほどいいっていう人もいるでしょうし。うん。一匹でも多くのモンスター倒したいな。そうですね。とかあると思うので。もちろんもちろん。 なので、えっと、ぜひ皆さんね<ー>あの、ジャンルごとにとかタイトルごとにシリーズごとに何でも OK なんで、あの自分にとっては理想な時間、ゲームの,そのプレイのボリュームはどのくらいですか、ぜひコメント一覧で教えてください。はい、お願いします、はい、ということで、えっと、今回のゲームコーナーいきたいと思います。あの先週のココメントーーナーですね ゲームコーナーゲーーームコナ楽しいですよね、今回、オールゲームコーナーというテーマですけど、先週のしゃべりすぎゲーマーのテーマによって、皆さんからいろいろ質問やコメントいただいてますので、その中でいくつかをピックアップしたいと思います。前回のテーマはスイッチ、出題機を予想というテーマ 話せますね <laughs> はい盛り上がっていましたが <laughs> こちらに関する普通ボタンを紹介していきますはい、えー、それではえー、っと一人目の方、えー、そうですねスペックに関してパヨチンさんからいただきましたありがとうございます完全独占タイトルはフル HD の 60fps でプレイできるスペックが欲しいです、うんえー、他社のトリプレ a は PC カーコンシューマー限定なら えーまあ、それぞれプレイすればいいですが完全独占タイトルはスイッチしか選択肢がないので今のスペックではちょっと厳しいと思いますと確かにうん、うん、いわゆる 4K じゃなくてねフル h d そうですねはいということなので最低限ということですかねどっちかというとフレームレート重心ですよね一応気持ちは一緒なんですけどね、まあ、でも 4K の先週の番組では確かっていうのは 4K のいわゆる純 4K じゃなくても あのそのアップスケー,リングとかケールか、ねはい、使った上の 4K の対応があれば嬉しいなっていうところなんですけどでもまあむしろね 60fps が本当に望ましい <laughs> 望ましいですねああまあ僕はどっちかそうですね、はい、フレームレート重視ですね僕もなんで 60fps フル HD で ファーストタイトル全部できたら確かに嬉しいそれがプラス携帯モードでもできるとなおいいのかなと携帯モードでそうですねそれが一番結構大変そうですねそっちが一番大変そうではあるんですけどね携帯モードでももちろん 60fps は欲しい欲しいですよねいい。今の数値だと 72p ですよねはい確かにその辺りはちょっとどれぐらい上げてくるのか確かに気にはなりますよね皆さん はい。えー、では次の方いきます。はい。えー次の方そうですね。えー、ゴリゴリさんよりいただきました。ありがとうございます。えスイッチ2は本体とドックの別売りをするのかが気になります。うん、もしドックを流用できたらスイッチ2は5万以下にできそうですよねと。 なるほど。今持ってるスイッチの今のドックをもし使えたらということですね。ですね。プレステがのディスクドライブをそうですね。またこの仕事に当てがないかまあそのなんていうのか手が届く値段にするっていうのはやっぱもう見た目のインパクトって大事じゃないですか価格の最初の桁が五なのか六なのか七なのかみたいな。そうですね。はい。そうですね。まあそれはあの Xbox One がだいぶ負けちゃったところどうしても Kinect が ああ邪魔しちゃってね高くなっちゃったんですよねネクトあってそれでプラス100ドルぐらいの値段になってしまってあのそうはなでも今の同じような形のスイッチであればかつ今のスイッチのドックは対応されないんだったらパックインするしかなくないまあ対応できなかったらそうですよねはいそうですよね技術的にもやっぱりちょっと厳しそうではありますどうなんかね 今のドックって単純な U. S. B. ポートじゃないですか。<ー>で、H. D. M. I. の出力と U. S. B. の入力があるぐらいの。あそうなんですね。あら、あいやっぱそうですね。まあ、スペクもちょっと上がるか。最後ちゃんと上がるんですけど。はい、で、それで別売りスイッチ2用のものと。あとはスイッチ2がその初代スイッチとの。のドックとの互換性がもしあるんであれば。<ー>保てるんであれば。 確かに悪くなない案な気はします,、ねますね、最近のスマホが充電器ついてこないというイメージだと思うんですけどでもそれにしてもなまずねどういう形かわからないんですけどせめてスイッチ1と同じようなフォームで形であればえドックにさして何かしらのプラスアルファのパフォーマンスを期待するんだったらえとそれは多分今のドックだと多分できないはず。 っていうのはそう思いたいんですよね。なるほど。そのアップスケーリングとかも含めて考えると、まあそうですね。なので、うん、あのー、ユーザーが割れちゃうからなって思います。まあ、まあんましなさそうですよね。うん、いわゆる PS5、PS5 Pro みたいなやり方ってそんなするイメージないですよね。うん、任天堂さんは。いやでもなんか今こんだけの。 スイッチが売れてるっていうか、もうみんなの家にスイッチがあるっていう状況はもうマーケットとして、やっぱちょっと異常事態というか,、うん、か活用しない手はないなっていうのをわかります。そう、ねはい、スイッチは、うん、そういずれから途中からですね、<ん>あのドックなし版の販売はありました、ねラ。ライトですか？えとね、ライ,ライトじゃなくてなんかこうそういった発表あった気がかなりするけど、そうなんですね。<ー>通常のスイッチで、もちろんさらに言うとまあライトね。はいはいはい。あのライトはでもそもそも 特にさせないですもんね、はい、ので逆に言うと Nintendo さんは途中でそういったこうリフレッシュとか新モデルを出すことがいつもこれまであるので途中もそういった、ね、あの期待はするのでやっぱ最初出した時にパックインになるんでしょうなパックインがないバージョンとかオプションが私の予想だ,予想だったら ないと思います。あと欲しいかもしれないけどないと思う。まあロンチ時点でではなさそうですよね。ローンチで一番欲しいですよね。それが本当はね。そうですよね。すぐに使えますからね。自分が持っているドック。確かに確かに。手持ち手元のスイッチの資産を活かせたらもうすごいその買ってもらいやすいじゃないですか。いやコントローラーが使えるんだよとか、もうそれだけでも大きいからなんかありそう。 なんかコントローラーだけでも互換性あるといいですよね、確かに、ジョイコンかプロコンとかだから追加で買わなくてもみんなで遊べるよって言えるのって、すごいいいですよね、そうですね、確かに、そ白いって見ると、やっぱ互換性はかなり重要視されている方、多い気はしますね、確かに、マイ・ニンテンドーストア限定でドックなしのパックあったようですね。 では、えっと、最後の質問を取り上げます、えー、ルーシーさんよりいただきましたありがとうございますこれは結構斬新なんですけど、はいえー、画面なしを出してほしいです、えー、本体とモニターが一体ではなく本体のみ<ぁ>家のモニターでしかプレイし,たし,プレイしない人向けのもので画面がない分お安く提供できますと、えー、出先などで10インチのモバイルモニターを使っているのですがとても快適でこれくらい欲しいと思っています 公式の専用外付けモニターを出してくれればいいと思いますとなんか自勢を感じますね,そう,すねそうですね確かに USB-C とかのモニターってめちゃくちゃ今みんな持ってる人持ってますそうですねもうですねそうですねなんだろうなそうすると普通にいわゆる水機元気になります, <laughs> そうすね

面白そうというか、あのスタバとかでできるし。まあ、今、今でもね、カフェとかでできます。あ、できますけどね。はい。マッ i ミニ。マックミニみたい。あ、そうです。そうです。はい、はい、はい、確かに。ミニ PC で、テレビの裏側にこう、パコッとつけて。あの、パティのモニターがにするみたいのもあると思う。そうです。ねなんか考え方としては、本当。まあ、面白いですよね。ま本当に。クラウドファンディングで、で、出てきそうな。モデルで。まあ、それだったら、普通の。 いわゆるス画面付きのスイッチみたいな形のものがあってでそこからテレビにつなぐドングル<お>いわゆるこう、はい、ファイヤー TV みたいなアプリ TV みたいなやつ、うん、スイッチ TV みたいなやつそれはメーターなども何もいらないんで <laughs> <laughs> あのでも、ね、あのただカセット入れてくちゃっと入れてテレビでプレイするはいでもなんか将来的には全然なんかそうな,りすなってく未来も ある分かんないですけどかニッチな市場ではありますけどねんかそれっぽいガジェットはありましたプレイステーションビーターありましたビータ TV ありました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 ありたしたありましたけど確かにタッチ操作のゲームはすべてえっとなんだコントローラーの何かアナログスティックをクリックしてやるみたいな感じだとらすっごい何か大変だからあれと特殊でしたよね そうだからタッチ、立ち操作のゲームはスイッチならいっぱいありそうなので、うん、多分こういったバージョンはまあないでしょうね。あなるほど確かに今までの歴史を掘り返したら、ちょっといろいろ出てきそうですね。そうで、すね <laughs> でそれで続かなかったから、出ないんじゃないかっていう、いやいやあの早すぎた <laughs> 逆にね、<laughs> 逆に早すぎた可能性もありますね。<laughs> はい確かに ちょっと今後のねテクノロジーとこう市場の変化に期待ですね。そうですね。はい。でもかなり面白い発想でしたね。はい。コメント以上となります。ありがとうございます。ぜひ今回もあのコメント皆さん。気になるみんなの意見はい。これ時間教えてください。そして今回のテーマ関係ないねねあのコメントでも何でもオッケーですのであの質問とかねぜひよろしくお願いします。あの 野口さんのそのあれ、はい、あれに対してなんかコメント質問なかったんですかこう片手でスイッチをプレイしてあ,ありましたなんかジョイコン僕二つ持ってゲームできるんですよあの <laughs> RPG とかなんかテキストを読むとかなんか簡単なレベル上げ作業とか二、はい、つこうやって同時に重ねて持ってやると操作できますよ片手で左手左手で各各手で各手で野口さん伸ないんですけど <laughs> だから別の事やったりなんか要はながらプレイにめちゃくちゃ 使えるんですよ。それはなんか訓練したんですか。訓練訓練はうつしてないですけど。なんかあのレストランの皿三枚持ちみたいな。あでもそれは近いですよね。なのでそのような話もさらに知りたいとぜひぜひなコメント質問何でもお気軽に閉めします。はい。お待ちしております。えっとチャンネルの登録もえっと今回の動画のいいねとかもぜひよろしくお願いします。音声版の聴いてる皆さんもえっと音声版のチャンネル登録は可能ですし。 コメントは可能じゃないけど、えっ、ー、と YouTube ページを開いていただいて、そこにコメントしてください。ってことですね。はい、山田さん、今回ありがとうございま,ざいました。ありがとうございました。あのね、のびさんもありがとうございます。あの皆さんね、長時間の付き合いいただきありがとうございます。また,また来週までにお待ちしております。バイバイ